街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。やっと二人へのプレゼントが見つかったね、メリッサ。ええ、アンドリュー。喜ぶ顔が目に浮かぶわ。あら、二人はどこ？ティミー。グレース？ママ？パパ、ここよ。驚いた。かくれんぼかい？もう、驚かさないでちょうだい。さあ、お家に帰りましょう。Party again. Doesn't look like it was over. Always the best of friends again.
ママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごい。ねえパパ、ママ、そのベル僕たちに貸してくれる？Thank you.
教会へ行ってお祈りしよう。天使さんにベルを直してもらえるように。ベルを壊してしまったティミーとグレースが天使に祈りを捧げるために教会へと向かいました。テーブルの上に手紙があって、この教会に来るようにと書いてあったけど、あの子たちどこにいるのかしら。ティミー、グレース、どこだ？いたずらしないで出ておいで。
天使はあなたのそばにいて愛を届けてくれるのです。あなたが愛する人を思い、愛する人の幸せを祈るとき、あなたの胸に温かい光が灯るのです。天使はその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それはすべて奇跡なのです。We wish you a Merry Christmas. This holiday season, as you think of those you cherish, a light will be born within your heart. Angels will find that light and deliver it to your loved ones. To love and to be loved, and your being here tonight are all part of the miracle of love. Ladies and gentlemen, boys and girls, we hope you enjoyed The Voice of an Angel, presented by Edion and Kintetsu Department Store.